周りが言ってる通りにやったからといって周りの人は幸せかもしれへん。でもあなたが幸せになれるとは限らへんねん。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターおかちです。思ってることは言わない、黙って先輩の言う通りにする、それが大人になることやって思ってた。社会で生きるっていうのはそういうことやってそう教わってた。で、25歳になった時空っぽになった。燃え尽きてん。本当の自分を見失って取り戻すのに5年かかった。だから今日は以前の俺のようにいつも愛想笑いをして頼み事を断られへん、周りに合わせてばっかりで息苦しいっていう、そんなあなたに本音で生きる素晴らしさを伝えたい、そう思ってマイクを持ってます。いきます。不完全やけどいきますよ。お前思ってること顔に出すぎやねん。いつも笑顔で元気でいろ。いや、お前の話はどうでもいいから早く薬の話をしてんかい。お前な、もっと先輩に気を使え。みんながやってる通りにやれ。とにかく入社したての頃は怒られまくりボンバーでした。ボンバーです。あれやったらポーン、これやったらポーン、ポーンポーンって、もう毎日毎日怒られてた。もう仕方がない、学生気分が抜けてなかったから、甘かったから仕方がない。でも思ったよ、自分を出すことはダメなことなんや、ここでは禁止されてることなんやって。まあそうよね。だって製薬会社の営業マン、お薬の情報を提供するのが仕事です。お医者さんも薬剤師さんも最新の治療ガイドラインの情報を求めている。俺が思ってること、俺の趣味、俺の人生、価値観、信念、そんなんはどうでもいいこと。そうだから思った、この会社で成功するにはちゃんと居場所を作るためには本音の自分は隠さなあかん、本当に自分が思ってることは言うたらあかん、そう思った。だから上司が言われたこと、会社が指示してきたことをやった。もうそればっかりやった。同じことの繰り返しやけど、そんなことをやったやったやり続けたよ。まあ怒られることはあった、でも特に大きな問題もなく平和で安定した毎日やった。そして3年が経った、大きなことがあった。ポキポキポキ、どっかから聞こえるポキ、いやどっかじゃない、ここやった。自分の体が、自分の心が折れていく、崩れていくっていうのを確かに感じた。体に力が入らへんのよ、ご飯も食べられへんのよ、飲み物も喉通らへんのよ、お酒も飲みたくない、今まで楽しかったダンスも楽しくないんよ、誰とも話したくない、力が湧かへん、やる気がねえへん、意欲がねえへん、そして寝られへんねん。寝られへんし、ちょっと寝れたと思ったら朝起きられへん、いや起きられへんっていうよりも起きたくない。今から起きて、何？今から起きてちょっとご飯食べて、そしてスーツを着て会社に行くっていう自分が想像できへん。本当にそれができるのかって、だって力が湧いてない状態やったから、どうしようどうしよう、でも会社に行かなあかんって、そんな状態やった。苦しくて辛くて真っ暗やった。うつ病になったんです。うつ病の薬を販売する営業マンがうつ病になる。15年経った今でも笑われへん。なんで？なんで？なんで？って。いや、おかしいやん。そんなん、おかしいやん。だってやで。いい大学に行って、いい会社に就職したら、楽しい人生が待っていて、幸せになれるって思っていた。思っていたし、みんな周りの人がそう言っていた。だからそれを信じて、いい大学を卒業し、世界一の会社に就職したんや。でも今の俺はどうや？楽しくないよ、幸せじゃないよ、そっちじゃないよって声が聞こえてくんねん。深いところから聞こえてくんねん。聞こえてくる。でもその声を
その声を抑えたよ、その声をお前黙っとけって抑えたよ。いやいやそっちじゃないよとか言うけど、お前じゃない、これなんだよ、俺のやるべきことはこれなんだよ。毎日会社に行ってお薬の情報を提供する、これが俺のやるべきことなんだ、これが幸せなことなんだ、俺が唯一楽しい人生を送るための道なんだって自分に必死に言い聞かせて、湧き上がってくる声を押し殺して閉じ込めて蓋をしたよ。だって受け入れることなんかできへん、今は それをな、受け入れてしまったら、こっちの道じゃないよって声を受け入れてしまったら、今までの自分を否定してることになる、今の自分を否定してることになる、今までやってきた25年間を。そんなことできへん、それを否定した先にな、明るい人生も見えへんし、だから殺した、押し殺したよ。そして会社に行った、だって休むことできへんやん、休んでしまったら、止まってしまったら居場所がなくなる、そして社会の落語者としてレッテルを離れる、俺の場所はここしかないのに、ここでちゃんと生きていかなあかんのに、休むことなんかできへん、だから会社に行った、スーツを着て運転して職場に行った、でも得意先には行かれへんかった。会社から得意先の道にある、木の川にある道の駅、そこで車を止めて山を見てた。そしてずっと考えてた、何のために俺は生きてるんやろうって。その時期にこんなことがあった、あれは忘れもせえへん、大阪支店の全体会議、会社の同僚と一緒に和歌山駅から黒潮の電車に乗って大阪に向かっているその最中です。カバンに入っている、俺のカバンに入っている本を見つけて、先輩がこう言った、おい岡崎、お前なんて本読んでんねん、分厚、これなぜ生きるって重いな、お前病んでんのか、お前な、なぜ生きるなんて考えてもわからへんことやねん、それよりもお前今月キャンペーンあと5件残ってるやんけ、それどこでやんねん、ちゃんと得意先選定をしたんか、それどういう風に購入してもらうか、その戦略は立てたんか、まずはそれを考えろ、目の前のことをやらずしてなぜ生きるなんか見えるはずないやろ。バカにされて怒られた、でも確かになって思った、その時は一瞬、やらなあかんこといっぱいある、人一倍仕事が遅いからいっぱいあんねん、それをほったらかして考えてもわからへんことばっかり考えてる、それはあかんなって思った。でも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 やで、会社のノルマは大切かもしれへん、数字を上げることは営業マンの使命かもしれへん、でも俺が人生をどう生きるのか、何のために働くのか、働く目的であったり人生のゴールを見つけることって大事なことちゃうか、営業のノルマも大事やけど、それよりもそれ以上にどう生きるか、どう働くのか、自分らしくどうやって生きていくんだって、その道を見つけることって大事なんちゃうか、俺は人生のゴールを見つけて、自分らしく生きるってゴールを見つけて、そのゴールに向かって現在地までの道を作り、それを一歩一歩進んでいく、そういう人生を歩みたいんちゃうか、歩みたいって、そういう風に俺の心が言ってた、大きく鳴り響いた。今度は止めることはできへんかった、いや止める必要はない、だって真実の声やから、嘘もんじゃない、本当の俺が望んでる声やから、確信したよ。それまで俺が何のために生きるのかとか、人生の目的、働く目的をどれだけ考えてもわからんかったんは当たり前、本音を隠してたから、本当の自分に蓋をしてたから、本当の自分が言ってる声を聞こえないようにしてたから、だからここに脳みそに届かへんかって、だからわからへん、答えなんか見つかるわけがないやん。じゃあ俺がやることは一つや、本音の自分を大事にする。その日から頭で考えてること、気持ち、
感情、アイデア、もう全てを白い紙に書いたよ。4色のボールペンで思ってることをわーって書いて、また紙出してわーって書いたよ。そしてモヤモヤすること、そして違和感を感じたら、今まではそれをポジティブに考えて押し殺して今やるべきことに集中してた。でも違う、そのモヤモヤや違和感は俺の本当の声や。そう思って立ち止まって、やってることは置いて、そして白い紙を出してボールペンで書いたよ。何が俺をこんなに苦しめてんのか、何が俺をこんなに、辛くさせてんのか、そして俺は本当にはどう生きたいのか、どこに向かっていきたいんだっていうことをちゃんと言葉にした。そしてその言葉にしたことを自分で見たよ。自分の本当の本当の声とちゃんと向き合ったよ。そういうことを毎日繰り返して繰り返して繰り返してたら、本当に自分がやりたいことが分かった。俺がやりたいことは、あるがままの自分を表現して世界を変える、最高の自分を表現していろんな人の役に立って、この世界でポジションを取って居場所を作って生きる喜びにあふれた、そんな毎日を過ごすこと、それがやりたいことやって分かった、気づいた。だから会社を辞めて学校を作ったよ。そしてこの学校では誰もがいつでもどこでも自分らしく輝く本音の自分を選択できる、そのための力を育むための教育をやってる。それは俺がやりたいこと、俺が選んだこと、自分で決めたこと、そしてそれをやりたいって自分が信じてることだから、毎日俺の心はちゃんと動いてる。幸せやって心から言える。メガネもういらん。今やから分かる。この人生においてこれをやったら幸せになれるっていう絶対に正しい答えなんてないねん。いろんな働き方があって、いろんな生き方があって、いろんな幸せがある。周りが言ってる人、いろんな人がいろんなこと言うてくる。そうやろ。でもな、周りが言ってる通りにやったからといって周りの人は幸せかもしれへん。でもあなたが幸せになれるとは限らへんねん。そうや、いろんなこと言うてくるよ毎日。ああやこうや、360度四方八方どこ見渡してもいろんな声が聞こえてくる。そうやろ。でもそれをやってうまくいかんかっても、失敗しても、そして不幸せになって最悪な人生になったとしても、その人は、言ったその人は責任を取ってくれへんねん。自分の人生の責任を取るのは自分しかいないねん。あなたを幸せにするのはあなたしかいないねん。それが分かった。だからあなたに伝えたい本当の自分の言葉を聞こう。本音の自分を大事にするんよ。ここで聞こえてる声があるやろ、確かな声があるんやろ、それを聞こうとするんだよ。俺はな、それがな、ずーっとできへんかった。やるべきでないと思ってたんよ。それよりも周りの人が言ってる言葉、周りの人が求めてること、期待してること、それをいっぱい聞いて、この体を、心の器をいっぱいそれで埋め尽くした。そうなると本当の自分がいる場所がどんどんなくなっていく。窮屈になって窮屈になって、そして呼吸すらできなくなってくる。息苦しくなるんよ。そして最後にはその器から追い出される。そして井戸みたいな真っ暗な深い底が見えないところに入れられて、そして天井に分厚い鉄板をで蓋されんで、上見ても何も見えへん。そして言われる、お前が出てきたら迷惑なんやって、居場所がなくなって嫌われる。お前が言いたいこと言ってやりたいことやったら社会の迷惑になんねん。だからお前はこの井戸の中にずっといとけって。そうなってくんねん。俺がそうやった。だから真っ暗で自分がどういう風に生きたいのか、何を望んでるかなんて、その井戸の中では分からなかったよ。
だから言われたことを毎日一生懸命こなす。で、進んでも進んでも全然前に進んでないラットレースのように、全然楽しくもなく喜びが湧いてこうへん、そんな人生やった。だからあなたには伝えたいこと、それはその井戸の中にいる本当のあなた、本音の自分を助けてあげる。井戸から出してあげて、そしてその蓋を取って、その子が言ってる言葉を聞いてあげる。あなたがモヤモヤした瞬間、あなたがイライラした瞬間、あなたが違和感を感じたその瞬間、その子はあなたに向かって声を発してるんだよ。その声をちゃんと聞いてあげる。自分は自分らしく生きていいんだよって、やりたいことを叶えてもいいんだよって、自分で自分に許可を出す、自分で自分にイエスを出すということ、本当の自分を言葉にするんだよ。そうすることで自分のその言葉、やりたい声を聞こえるようになってきて、それを一つ一つ叶えることで、少しずつお気に入りの生活、自分らしい生活ができるようになってくる。俺はあなたの本音を選択して、あなたらしく生きることを心の底から応援してます。はいはい、そうなんですよ。自分さえ我慢しとければこの輪っかはうまくいくって、本音を言うたら嫌われて居場所がなくなって幸せになれない。だからいろんなスキルだけを身につけて、そのスキルだけで人と付き合って、スキルだけで生きていた。本当の自分の声は閉じ込められてた。そんなんで自分らしく生きれるはずがない。もしかしたらその時の俺のように毎日が息苦しくて楽しくない、そういう人がいるかと思って今日はマイクを持ちました。少しでも元気が出たとかためになったっていう方がいれば、高評価ボタンとかいいねボタンを押してくれたら嬉しいです。あと一つ告知をさせてください。ミスターおかっち39歳です。30代最後の挑戦ということで、全国講師オーディションにエントリーさせていただきました。その予選はネット投票です。その予選の動画は概要欄に貼り付けてます。ミスターおかっちの本気のプレゼン、ぜひ見てほしいです。そして見ていただいて、ちょっとでも心が動いたら1票入れていただけたら嬉しいです。1票入れたよってコメントしていただけたら、おかっちもコメントさせていただきますのでお願いします。はい、ということでこのミスターおかっちのチャンネルでは、とにかくあなたの生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信してます。チャンネル登録お願いします。それではワンダフルな一日を。さよなら。自分で自分に許可を出す。